お宅はいい、さっさとやろうぜ。楽しませてもらおうじゃねえか。俺を止めることなんざ誰にもできねえ。化け物みてえに強えやつが嫌がるな。どうも、ラオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、ダウンロードコンテンツ第6弾のキャラクターが1人発表されましたね。ネットでは噂になってたんですけども、やはりロジャーが来ました。さあ、どんな戦いになるのかすごく楽しみなんですけども、残り2体も、影が見えてましたね。これはもう間違いなく若かりし頃のレイリーとガープ、もう間違いないですね。もう 100% 間違いないと思います。で、ロジャーはパワータイプみたいなんですけども、できればレイリーとガープもパワーであってほしい。でもね、レイリーパワーじゃない気がするんだよな。ダウンロードコンテンツで3人とも、同じタイプだったことって確かないっすもんね。どれかが、違うタイプだったりするので、レイリーはパワーじゃない気がする。ガープはもうパワーだと思うんだけど、レイリー違う気がするんすよね。そしてダウンロードコンテンツ第6弾の実装日ですけども、第4弾から5弾までが、4ヶ月かかったんですよ。4弾が9月で5弾が1月だったんですよね。なので4ヶ月以上はかかると思いますので、5月もしくは6月ぐらいに実装されるのではないでしょうか。できればね、4月ぐらいに来てほしいんですけども、5月、6月、それぐらいになるんじゃないですかね。そしてダウンロードコンテンツ第6弾でスペシャルログの一番最後、ここが解放されるんですよね。誰が主人公になるんでしょうか。今のところヤマとコビーと来てますんで、ガープ、いやー、ロジャーかな。ガープのような気もするけど、まあここもどんな感じになるのか、楽しみです。まあ魂もね、もう99個集め終わってるので、別にやることはないとは思うんですけども、まあどんな話になるのか、そこは結構楽しみです。そして魂の海図ですよね。魂の海図3が解放されまして、レベルが最大30まで上がるようになるんですよね。レベル30、これステータス上げすぎるとほんとね、ぬるーくなってくるので、HP だけは上げないどこかなとも思うんですけども、まあまあ上げたいよね、上げますよね。で、次の魂の海図でおそらく、起死回生の力と特殊技強化、これがねレベル5になると思うんですよ。とんでもなく強くなりそう。今でもすっごい効果なんですけども、起死回生の力、どんぐらいになる、6倍ぐらいの攻撃力の倍率になるのかな。いや、5倍ぐらいかな。まあまあ、とにかくとんでもなく強化されると思うので、ちょっと強化の方法を加減していかないとぬるくなるんで、まあそれもちょっと考えていかないといけませんね。はい、ということで今日は海賊無双4の新しい情報が出ましたので見ていきました。まだ動画がね、一つしか公開されてませんけども、今後、いくつか公開されていくと思います。それ出ましたらまた投稿していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。